ではでは、深き墓穴やっとクリアいたしました。長かった。じゃあ外に出て、明るいな奥の方に行ってみましょうか。何があるやら。見た感じちょっと広かったですけどね。多分あの赤い丸んとこに行けばいいんでしょうけど。今のよくわからないけど、なんか遺跡っぽいところにやってきました。いやー、お化けがいっぱい。お、高バラ撃った。高バラ子だってもうなんかちょっと、もうなんかね、ぼーっとしちゃって無言で探索してますが、黒焦げボトルというものを手に入れましたが、多分これ戦闘アイテムなんじゃないかな。あった、黒焦げボトル。赤竜の鱗を封じてある。かっこいいな。炎で攻撃、 11HP 回復、回復じゃない、消費ダメかな。あ、頭がなんかいかれてきたな。ちょっとさすがに2時間一人でなんかこうやってやってると、ちょっと頭がだいぶやられてきますね。で、今探索してる途中なんですが、あ、なんかこんな感じでちょっと迷路っぽくなってるんですよね。適当に進んじゃってますが、いやー怖い。うー、やめてくれ。これ入り口戻ってきちゃったりしてないかな。不安だな。宝箱めっけ、木の実セット手に入れました。ふぅ、なんか出口っぽいところに出ましたが、出口なのかこれは。でもあの真ん中ら辺になんか宝箱あったんですよね。あれをどうしても取りたい。うー、めっちゃ来るな。あ、でもまたこっから入り口がありますね。よし、じゃ、うわー、びっくりした。おい、世の足代わりの子分よ、お前は世のことをどう思っているのだ。簡潔にまとめてみろ、期待してるからな。ぐっちぐちの、めちゃくちゃに、前年比 50% だ。めちゃくちゃに、それでどうつなげる。人には優しい、ハンサムな、ブヨブヨの。ハンサムな、ちゃんと褒めるんだろうな。そして最後は、時の旅人、ろくでなし、ロザリーさん。え？めちゃくちゃ、ハンサムな、え？わかんねえ、何これ。ろくでなしだとなんか怒られそうだから、時の旅人にしよう。なるほど、いいこと言ったぞ。お前いいやつだな。世の先制攻撃を皮切りに見事戦いに勝利するがいい。時の旅人って言われて嬉しいんだね、スパンはよくわからない感性をしてるけど。なんか出口っぽいとこ見つけたんですけど、宝箱があったやつをどうしても探しに行きたいんで目の前にあんだけ置かれたらちょっと欲しくなっちゃうからね、探しに行ってきます。おおお、行きました行きました。幸運のマイクを手に入れた。これはあれですね、リンダの多分装備品ですね。やったやった。ちょうど出口も見つけて
あるので、あ、待って、あのワープストーンがある、ワープストーン、わかんない、ストーンサークル、なんだろう、お、ロザリーがブルーサスの特技を習得しました。これ多分ブルーの攻撃の強いやつでしょう。ブルータス、やったやったやった、嬉しいけど LP 消費激しいな。 LP がなちょっと少ないのが難点ですよね、このパーティーは。ストーンサークル、やったやっとここまで来たか。ちょっと一旦セーブしていきたいと思います。お、あとワープできるのは一箇所っぽいですね。よし、戻ってきましたので、なんだっけ、このゲーム王がいる塔を目指していきましょうか。もう直にあの場所行っちゃっていいかな。あの青いのは多分セーブポイントとかでしょうか。また迷路っぽくはないな、よかった、入り口だけっぽい。さて、このワイバーンなんですけど、この敵は同時攻撃で一発で倒せるので、カットせずにそのまま行きたいと思います。戦闘入る前にね、セーブポイントが見えたんで、わざわざトリステの方戻ってセーブしなくてもよかったかも。まあいっか、備えあれば憂いなしっていうしね、備えあれば憂いなしいつもこれ噛んじゃうんだよな。よし、あれ、こっちか。おお、ブル思いっきり壁貫通してったけど、わ、すごい、おっきい。またダンジョン大変なのかな、ちょっと怖いけど。さあ、このプレイ時間を見ていただければ分かりますように2時間半プレイしております、ぶっ続けで。でも多分取れ高があんまないと思うので、もうちょっとだけ進んでいこうかなと思います。それで多分1本分になるかなぐらいの感じです。さて、この奥にあのイケスカウン幻影なんちゃらがいるのだな。追い込む、例のものを使ってみろ。これでもう開いたの？うん、よし、じゃあ行きましょう。む、これは。おい、コブ、お前の持ち物の中、何か光ってるぞ。なんだ？お、あ、友情の証か。が光に包まれレベルアップした。何が起こったのだ。初めからいきなり現れるわ、光るわで、なんとも妙な代物だったが。あ、ちょ、もう入っちゃうんだ。なんかさ、その友情の証を手に入れてからかな、その友情のなんか、わ、すごい綺麗。あ、もう早速いるんだ。それワープストーン来たか。ことは予定通り進んでいるな。 BGM かっこいいぞ。では一つ、私とも戦ってもらおうか、予定通りにな。戦闘かよ。何を予定通り予定通りとやかましい。世はあくまで世の予定で動いているのだ。お前らの予定などを粉砕だ。勘違いするな。自分だけの予定で動くのは私も同じだよ。終わってみればわかることだ。言っておくが、お前たちの攻撃など私には通用しない。私のこの姿は幻。これヒントか？始めようか。楽しみだよ。さあ、お前たちに極上の敗北を与えよう。負けイベントかな。でも最初から負けイベだと思って挑むのはちょっと怖いので、せっかくちょっと、まず、あ、やっぱり友情ブリザードだって HP 消費激しいな。とりあえずオーバードライブをして、で、ロザリーがブルータスを覚えたので、あ、どうしよう。ビッ
ブルレッドとかやっとくかな。で、でもルカが、あ、でもいいか。レッドやって、たまにはね、ロザリーが、ブルータス。あー、まずこっちを倒したいな。で、ルカは、この状態で、あ、こんだけ HP 減らすのちょっと怖いかな。ちょっとまず戦うで、普通に倒してみよう。倒してみようじゃない、戦ってみよう、ゲーマーを。レッド。あ、弱っ。ブルータス。あ、強いな。やっぱなんか通常攻撃通らないっぽいぞ。だったら、ブルータスを幻影魔王にやって、ビッグブルーが先に来るか。この肉体系は効くのかな？木の肉体でやってみよう。マイデク、何の効果か全然わからんが、こルカで、バーストを敵全体にやって、イエロドドン、ちょ怖いぞ。あー、でも敵一体ならまだいい感じ。弱いぞ。あー、やっぱ物理攻撃はダメっぽいな。どうするか。とりあえず LP が尽きるまでは普通に攻撃してって、周りの敵は一体しか倒せないか。じゃあちょっと友情サンダーをやって、これは効くのかな。イエロドブルが狙われてるな。で、ここで木の実セットとかがあるから、ちょっと1個使っちゃって、あ、これさ、ロザリーにオーバードライブやった方がいいのかな。あれ、友情サンダーやった？あれ、まあいいやじゃあオーバードライブをロザリーにやって、木の実セットでちょっと回復するでしょ。友情サンダーって、あ、スタンが攻撃してくれるのか。あ、なるほど、嬉しい嬉しい。じゃあやっぱブルータスで攻撃して、でもなかなか周りのやつ倒れないな。あー、どうするかな。難しいな。オーバードライブちょっとこの体力でやるのは怖いな。まあでもオーバードライブして、でルカはすぐ動けるから、まあちょっともうやられたらやられたでしょうがないから、バーストで先に相手のあの剣を倒したい。で、ビッグビッグブルが、大きな木の実で、まずルカを回復させて、ロザリー大丈夫かな？で、自分で回復しよっか、ロザリー。はい。OKOKOK、よかった。ギリギリ。
すの確率が高いなあ。でもやっと、くっそー、ロサリーがやられた。どうしようかな。ルカで負けが普通に攻撃通るのかな。ちょっと伝えてみて、でビッグブルで元気のお花を使って、あ、普通に攻撃は通りますね。回復して、そんでロザリーは、ブルータスで攻撃して、ルカがオネムロスとか効くのかな。ひとまずケロリアでロザリーを回復、なんか属性の色があんまり効かないのかな。攻撃力意味ないからちょっとビッグブルは弱いけど、レッドでやってもらうしかないな。これで LP が全然ないんだな。ブルースをやって、うっと、これで、気まぐれイチゴを使ってみよう。今 LP1 しかないから、どっちにしろ減っても痛くない。おお、いいねいいねいいね、よしよしよし、いい感じで、レッドだな。レッドやって、ロザリーはブルータス、さあ2桁のダメージでさ、いってもめっちゃ時間かかるんじゃない。で木の実でロザリーを回復させの、あーきついぞこれ。同じ作戦でいきましょう。ビッグブルレッドのルータス、ロザリーので、ルカは木の実をビッグブルかな、交代で与えていきましょう。LP はまだ大丈夫。あー緊張する、めっちゃ緊張する、息できない。でルカはもうちょっと木の実を与えておいて、ビッグブルレッドのやっぱオーバードライブやった方がダメージ上がるのかな。多少上がってる気がしないでもないけど、あーまだかー。ターン使えるね。でルカは自分を回復して、そんで次のターンでちょっとあれしよう。あーでもそうだな、ビッグブルでまた気まぐれイチゴを使って。増えろ増えろ、よしよしよし、いい感じいい感じ。これでルカでオーバードライブをロザリーにあるでしょ。でロザリーがブルータス、でビッグブルーはターン
ットかな。で、ルカも、もう一回、ビッグブルに。緊張する、緊張する。手が冷たい。ブルータス。ドライブして、で、ビッグブルがレッドの、やっぱ若干攻撃力上がってるかなって感じはしないでもないな。あ、よかったよかったよかった、よかった、倒せた。ギリギリでもないか。ハートのクイーンだって、かっこいいな、なんか。ぐー、よーし、力が、世に力が戻るぞ。無敵の力の復活にまた一歩近づいた。よし、これで。ん？消えた？幻影魔王が？幻影だったから？ふん、放っておけ。無水の重箱の炭勇者。情けない敗者には余裕見せて、高笑いするのが強者、強者というものだ。ナーコブ、わははは。キャースタン様素敵。さすがっすね兄貴。やっぱ魔王組はちょっと違うね。ゲーム王様も負け際が渋いわ。いいんだと。それでそのワープストーンはどこに。お、あ、第6章、僕と魔王と夜と影。わあ、なんかまた違う世界っぽいぞこれ。よし、ここが世に対抗する魔王を作るとか、ベーロンが嘘吹いてた場所か。そんなものは世の圧倒的な力でだな。いや、ちょっと待ちたまえよスタン君。ここに魔王が待ち構えているとはどうも思えないのだが。のどかね。なんか私たちの知らないところにこんな町が、あ、村があったのね。熱い闘争の匂いがしないっすよ。魔王で亡くなったお前にはこのわずかな匂いは感じられんか。巨牛魔王であったものよ。謎の声。何やつだ。あれ、ゲーム魔王さん。元ゲーム魔王ですね。私だよ、魔王と勇者。そして分類を外す者の一行よ。む、お前は。あんた、さっきの今でまたやろうっての。何度でも相手になるわよ。ちょっと私今きついっす。そうではないよ勇者、提案があってきた。私はそこの魔王にも女勇者にも興味はない。ルカよ、私はお前の力が何であるか知りたい。この世界のすべてに力を及ぼしているベーロン、そのベーロンをアーマで怒らせ焦らせるお前の力とは何なのか。それを知るためにはお前に世界図書館にたどり着いてもらわなければならない。この私も知らぬ場所だが。世界図書館。この村にはベーロン肝入りの魔王候補がいる。お前たちには分が悪い。だが私は自分のためにその賞賛を引き上げる手伝いをしてやろう。それってつまりは仲間に入れてほしいなってことかね。うむ、そういうことならまあよかろう。以後世の命令に服従するようにな。別に服従などする気はないが、改めて名乗っておくが、私は本当の名をエプロスという。覚えておいてもらおう。やった、仲間だ。新しい仲間、エプロスさんか。元魔王エプロスが仲間になった。覚えておくわエプロス様ね。これから仲間ね。嬉しい。私リンナ、よろしくね。ああ知ってる、元アイドル魔王の。ああ、そんなダサい呼び方禁止。スタン様から私を奪う勇気があるならリンナと呼び捨てて強引にグリグリモグモグしてみて。ちょっと表現の仕方よ。何よ、君の言ってることはなんかめちゃくちゃだぞ。エプロスさんはちょっと常識がある人っぽい気がするな。
なんか周りが元魔王ばっかで。いいの？本当にこれでいいの？ロザリー。いいのだよロザリーくん。ははは。まあ、ユウさんの部類にされてったっていうのはあるけど、複雑ではあるかもしれないね。え、これ戦いになったりするのかな。え、でもちょっとこの先行っちゃうとなんか、ん？ああ、そういうことね。なんか戦いが起こってゲームオーバーでもなったらちょっと怖いから。あ、それでここに入れるんだね。じゃあ今回はここまでにして終わりたいと思います。やった、やった、終われる長かったな。多分ね、戦闘が入ったから多分時間的にはいい感じな気がしますが、いかがでしょうかね。で、次回は新たに行った場所、なんて場所でしょうね。まあなんかベーロンが手塩にかけて育てたかもしれない魔王候補たちがいる村を探索していきたいと思います。はい、では次回はね、ちょっとエプロスさんを入れてみたいと思います。交代はビッグブルかな。うん、はい、では次回もご視聴いただけると嬉しいです。またもう変な終わり方になっちゃったけど、また次回よろしくお願いします。それではまたね。バイバーイ。